アキテーヌ地域圏はフランス南西部のかつて存在した地域圏である。北はリムーザン地域圏とポワトゥシャランと地域圏、南はスペインに接する。西は大西洋に面している。地域圏内に5つの県を含む。最大都市はボルドー。この地域の住民はアキテーヌ人と呼ばれる。歴史的にはローマ帝国の属州ガリア・アクイタニアであった地域であり。 アックイタニアが生まったものがアキテーヌである。州都のボルドーはワインの州産地として世界的にその名を知られる都市である。主要産業は農業、食品工業、化学工業など。南部のガス購入地方はアレクサンドル・デュマの小説、三重市の主人公、ダルタニアンの地元としてモデルにされた地域。フランス国鉄が運行していた。 t 列車の愛称にも使用されていた。面積は九州とほぼ同じぐらい、人口は茨城県と同程度。2016年1月1日、リムーザン地域県、ポワトゥーシャランと地域県と統合し、アキテーヌリムーザンポワトゥーシャランと地域県となった。ジロンド県ドルドーニュ県ランド県ピレネ、県ロット、 県面積は41,309平方キロメートルあり、フランスの地域圏の中では3番目に広く、フランス領土の約8%を占める。南部のピレネー山脈に囲まれた部分はパリから切り離されている。ありがとうございます。